こんにちは。東京都渋谷区より世界をしています、橋本歯科、橋本です。顕微鏡による根管治療、そして事実、真実に基づく治療を行っております。教科書に当てはめず、学会に当てはめず、論文に当てはめず、あなたに合う、あなたが希望する治療を行います。これは下の歯になりますが、小臼歯になります。そして馬歯と言われた歯になります。鏡で反射させ、顕微鏡で治療を行っております。このように根だけ残ってしまった、さらに歯茎の下まで虫歯になり、かなり重症のように見えます。通常我々の考えというのは歯科の考えでは抜歯になります。そしてインプラント、ブリッジを進めます。しかし私はこれは体の一部、あなたの大切な生まれ持ったものという考えをもとに残す治療を行っていきます。そのためには顕微鏡の治療は必須ですし、以下の考え、歯科ではない以下の考えをきちっと応用することが大切です。ここにはゴムが詰められて、それが根の先に飛び出していました。そしてそれを今除去する処置を行っています。このような歯はラバーダムをかけて行うという方法になりますが、ラバーダムがかかりませんので抜歯になります。その道具が使用できないと我々の世界は抜歯。そしてこれは全て悪いものですから、細菌を全部取らないとダメですから抜歯です。患者さんが痛くなく症状が多少あったとしても残したいという考えに沿っていないということです。そのようなことを肯定する論文が出ています。これを置いておくと大変なことになるということになってしまいます。果たして本当にそうでしょうか。病態、症状、そして患者さんの希望を取り入れ、残す治療を橋本歯科では行っています。根本的に考え方が異なりますので、その辺が自分と患者さんと合うかどうか、あなたの考えと橋本歯科の考えが合えば、きっとうまくいくと思います。しかし手間と時間、費用はかかると考えていただければと思います。麻酔は一切行いません。あなたの歯を残す治療を最大限努力、そして今歯科で行われている最低限の顕微鏡を使う、その他材料を使うというものは全て揃っております。その中で最大限あなたの歯を残す努力をしていきます。歯でお悩みの方、抜歯と言われた方、抜く前に一度診断と説明を受けてみてはいかがでしょうか。もし LINE されるのが難しければ、私の書いた本がありますので、それを購入していただき、事前に読んでいただければ、それで解決する場合もあります。